い、成長丸です。はい、かぶちでーす。はい、かぶちでーす。よろしくお願いしまーす。あれなんですよ。どれなんですよ。新年入ってコタ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 してるんですよ、うちら。イエーイ。ねえ、なんか新年らしいことしてないんだよね、うちら。まあね、多分新年始まってしばらく経ってんじゃないのかな、うちら。そうだね、もうね。いつなんだろう、今はね、1月3日なんだよ。3日。うん、1月3日だと思って見てほしいな。だな。あのね、おや、去年は書き初めしたんだよ、シックスパッドつけて。そう、うん、あのね、書き初めをね、支度するのがめんどくさい。去年何だった、マシコ。なんか勉強するとか、そんな感じだった。あ、そうだ、学ぶだ。そう、勉強とかそんな。たりき本願だね。お、たりき本願だね。無事成就した年でした。でね、おや、今年はね、まあ、なんか目標的なことをね、書こうと思うんですけど、なんかさ、今年の一文字みたいなやつさ、年末にやるじゃん。あれの年始バージョン。先取る。おや。やって、二人でさ、一文字をさ、漢字一文字をさ、書けば、熟語になるじゃん。うちらの熟語作ろうよ。いいよ。新たなる。なあ。ということでね、今年の漢字一文字を、二人で一つずつ書いて、熟語を作って終わろうぜと。おや。いうことです。ということで、やっていきましょう。何漢字って書いてるのさ。俺書けましたよ。はい。おい。おいよ。おいよ。見るなよ。俺結構真面目にやってんのに。見んなよ。おや。はい。じゃあ書けましたね、お互い。お、書きましたよ。じゃあ角っちから書く？おや。はい。じゃあ角っちからいきましょう。お、ドン。あ、カノオ姉妹。そう、叶う。ゴルゴって知ってる？ゴルゴ13？松本の方。あー、はい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 。あの人の漢字の授業っていうのがあるの、テレビでやったの、この間。あー、知らない。もうプラスマイナスで、吐くっていう字になるんだけど、プラスマイナスで吐く。あー、これ吐くってなるんだけど、はい。マイナスをなくしていくと叶うっていう。これいいなーと思って、はい、パクろうと思って。あはははは、パクるですね。あははは、叶う。カノオ姉妹の叶う。まあ、いろいろなことが叶うといいですね、今年一年。そんな感じっす。あ、確かにいい感じだ。おいや、うん、僕、ちょっと発表しようかな。おう、うん、し。だから闇って言われるの、お前。いやね、最近俺甘かったかなと思ってさ。ぬるいかなって俺。俺さ、タバコ吸うじゃんよ。うん。まあ若い頃って俺タバコをやめない理由は、別に長生きしたいと思わないしって思ってたの。で、まあだから病気して、あ、俺40まで生きないだろうなって思ってたの。いや40なんだよね、今年。ね、30代でさ、また俺病気してるじゃんよ。そん時に俺死にたくなくてタバコをやめたのよ。おお、俺死ぬってその時本当に思って。おおおおおお、あん時に俺はね、なくしたね、いろんな。おお、死ぬ気でやれよ、死なねえからってやつ。それ忘れたなっていう。ちょっとね、若かった頃は無茶いっぱいしたよ。だからね、ちょっと死ぬ気でやってみようかなって、いろんなこと。長生き別にしたくねえし、言ってた自分みたいに、ちょっと守りに入んないで死ぬ気でやってみようかなと。かっけえ、可能詞。そうだね。だからこれ二文字にすると多分こう、こっちかな、死のうなんじゃないかな。ダメじゃん。生きろ。いや、パンチよくあんな死はな。教師で反面教師みたいな感じでいきましょうか。教師で。はい、うちらの感じは教師で。この流れ、願い叶ったら死にますよ。死なないで。呪いが。ということでね、なんだこれ、これ動画にできんのか、このクソ動画。はい、ということで、お、今年一年、死ぬ気で頑張っていきましょう。叶わせように頑張っていきましょう。死ぬ気でね、願いを叶えましょう。おや。はい、ということで、以上、セッションオーバーランでした。またねー。